そして永井裕一郎です。はい、本日は浦和レッズ対名古屋グランパス戦よよよ。そしてここは永井さん初めて、いやビューボックスなんて来ることないので、はい、まず入り方からするの驚きでしたね、はい、ここに来ちゃいけない人間だなと思いながら入ってきました、はい、雰囲気いかがですか。贅沢ですね。贅沢の極みみたいなね。そうですね。私も初めてびっくりしました。お願いします。そしてお二人、お先です。お願いします。ゆかみです。お願いします。はい、お二人はビューボックス初めて、初めて、じゃあ初めて尽くしで頑張っていきたいと思います。今日はね、実際に普段ね、見ている中で、はい、永井さんにリアルタイムで解説していただこうという贅沢です。贅沢ですね。ダゾーンじゃないんですよ、生観戦しながらです。本当ですよね。これからおばさんが楽しみたいとか、好きだけど保育園で見たらもっと面白いんだとかね、あ今のすごいんだというところをかけさせていただいたらいいなと思いますし、皆さんとしては緊張していきづらいと思うんですけど、できればお前アホかっていうものすら聞いてほしいです。まあ僕も来ますけど、怒られないよ。いやいや、これはないですね。どんどん聞いていきましょう。永井さんも、僕はと思いながらも、いろいろ、すごくだけ、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、ちょっと待って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 、そもそも、尖ってることじゃん。尖ってない。尖ってない。尖ってない。もう一回大人になったら。全角度。一発のチャンスを逃さない。
ってからつけるから。だって一枚来てるから、その勝負する必要ないの。削られたくないし。ゴール前だったらやるけど。でもそれも技術が必要ない。まあ、見えてないとダメですね。目の前になってから、あんま相手しないです。もうちょっと行けるでしょ、中盤ラインからちょっとガタついたもんな。やっぱああいう最後に抜けるランニングとそのボールの質とやっぱそこに対して関わってくる人数っていうのがタイミングだったりとか枚数っていうのがやっぱり高いですよね。これが単体じゃん。そうなんですよね。あそこ今もう一個前のタイミングで小泉が最後抜けたってそこ出せる。でもしそれが走ってたら回転のところのコースも開くんだ。それを名前はやってる。はい。そこまで行けないじゃん。それを2対1を作ってあげたらよりドリブルもいけるんだ。誰か引き寄せる選手とかもいてほしいとか、ね、もう一枚関わってほしい。もう一枚関わりを作っておいてその上で選択肢を持った中でドリブルだったらもっと相手は守りにいけるわけです。もう完全なる1対1だからある程度吸収しながら下がりながら下がりながらでスピードダウンしちゃう、みんな耐える時間ができてしまう。なるほど。どこまで使えるかね。こういや、抑えてる。止められる側じゃなかった。俺こんなになんか好き勝手喋ってる試合ないよ。俺ほんと家で映像見て仕事する時より喋ってる。スカウティングしてる時よりものすごい喋る。やばいぞ。やばいやばいやばいよね。やばい。半分の2やばい。まあ安井君とかねやっぱ入ってくると少しゲームを落ち着かせるとか。そこが勝負どころで
チームでしたけど、そうですよね。これに例えばみんなが思うのは、ここに行けばみたいな感覚になると思う。どういうサッカーをしたいかっていうので、チームとして、まあ、そこで監督はどういうサッカーしたいのっていうところもあるし、カウンターで止めようっていうのはなかなか難しい。で、人数もかけてないわけだし、今カウンターも難しい。それだったら調べて、押し込んで、どうかの場合を引き込んでいくのか。で、そこの質の精度はやっぱ長いのかな。だから、トロクサックいかないとダメですよ。くらいついてる。どうも負けない。切ったっていうのはね、もう本当勝ち切らなきゃいけなかったので、うん、まあそこを考えたらもう最高の結果です。はい、もうそこはもうね、喜びましょう。試合内容は。試合内容。まあもちろん守備的な要素で言えば、まあしっかりと、はい、粘り強く最後のところは体を張ったし、相手の攻撃をゼロで抑えたっていうところはまず評価できる部分ではあると思いますね。はい、ただやっぱり攻撃の部分だったりとか、うん、まあ守備もね、そこまでいかれてしまっているっていう過程の部分もあるので、はい、そこら辺はもう少し修正をしていかなきゃ。のではないかと思います。そうですね。まあでもとりあえずは試合ぶりの勝利ということで。試合ぶりですね。らしいです。
まあ、あの天皇杯のね、借りも返せたし、ね、ダボでもだいぶ熱くなってましたけど、はい、私も現地行ったんで、はい、この悔しさを、はい、今日でもう言葉に現れてましたよね、前半からそうですね、まあ、結果はね、まとまってくれたんで、はい、よかったかなと思います、はい、今年らしいよね。そうそう、まあ、内容は、ね、はい、あんまり良くなくてもやっぱ勝ち切るっていうのは今年、ね、非常にレッツの、はい、昔のレッツもそういったシーンもよくありましたし、失点をしなかったっていうのも非常に大きい結果となりました。はい、尾崎さんの今日どうでした？隣で中井さんの解説を聞きながら見るっていうことは、なんか新感覚というかではないことではあると思うので、いつも自分では気づけないところとかをやっぱり監督の選手が気づいてあるっていうのってすごいなと思って解説として捉えてもらえてていいのかな、はい、はい、すごい楽しかったし、すごい新しい経験になれてとても良かったです、ありがとうございますハミちゃんもね、あんまり試合を現地に行ってこうやって見るってことがなかったので、まずサポーターの応援とかももう思った以上にすごかったし、なんか選手とかのプレーもなんかハラハラしてすごい面白かったんですけど、歓声がすごすぎて永井さんの解説というか実況がちょっと聞こえたんですよ、ね、そうですね、ね、ところどころ聞こえる時があった時もこうやって聞いたんですけど、なんか戦術的なことをそんなことまで気づくのってすごいさすがだなって思って、また見に行きたいなって思える一日でした。素晴らしい。本当はね、いっぱい切れるかなと思ったら、トッキー以上に永井さん切れてるから、ね、結果おとなしくなってるって。いや、そうですね、今日からもう永井兄さんでまたこのコンビはあるのかどうかっていう、いやなかなか強強コンビですよ、ね、そうね、どっちかが弱である確かにね、2人とも言い続けるからね、そうですオープンな試合展開でした、はい、いろんな視点から楽しかったです、ありがとうございました、ありがとうございました。